世界共通なんだ、はい、世界共通です。今日はね、ウルヴァリンサムライっていう映画を紹介します。うん、はい、これね、はい、ウルヴァリンっていうのはね、 X-Men っていうアメリカンコミックシリーズの、まあ、ヒーローなんですけども、はい、ヒュージャックマンっていう人が演じてますね。はい、あのレミゼラブル の、 あのジャンバルジャンやった人ですけど、かっこいいね。はい、でこのね、ウルヴァリンっていうのはね、ケダモノみたいな男なんですよ。うん、あの長井豪の漫画で昔ケダマンっていう漫画がありまして、それそっくりなんですけど、見た目がちょっと存じ上げないんですけど、例えがちょっと僕らにすいません届かなくて、わかんないです。あの、ね、ウルヴァリンっていう名前はね、クズリっていう動物がいるんですよ、イタチ科の。うん、そこから来てるんですね。でこれね、この映画ウルヴァリン侍っていうのは日本が舞台なんですよ。だからウルヴァリンはみんなからクズリって呼ばれてるんですよ。クズリっていうのはね、イタチの仲間でちっちゃいんですけれども、ものすごく凶暴で勇敢で、YouTube 見るとですね、 YouTube の話ばっかりしてますが、クズリがね、一匹でね、狼とか、クマをね、撃退する映像がありますよ。クマまで？そう、ものすごい凶暴なんですよ、クズリってちっちゃいのに。で、心が強い生き物なんですね。うん、羨ましいですね。うん、はい。で、その名前を持ってる男はヒュージャックマン演じるウルヴァリンなんですね。ウルヴァリン、はい。で、彼の武器がですね、こう、握り拳を握ると、その鍵がですね、そこに写真があると思うんですけど、はい、鍵が3本出るんですよ、鍵爪がね、はいはいはい、これ忍者の武器でしょ。そうだ、あ、そうですね、鉄鋼についてるね、うんうん、そうそう、鉄鋼鍵っていう武器なんですね。はい、で、すごくそのウルヴァリンっていうキャラクターは X-Men の中でも、その日本に行ったりする話が原作でも書かれてたりして、漫画の中でですね、で今回本当に日本に行くことになるっていう話ですね。うん、でこれ日本でずっとロケしてたんですね、長い間ヒュージャックマンが。うん、なんか気づかれてなくないですか、日本で。全然、いや、結構テレビとか出たりプロモーションしてみたみたいですよ、あの日本にいる間。撮影の、そうか、富士山登ったりとか。そうそうそう、いろんなことしてたみたいですよ、あのかなりロケ期間が長かったから。そうなんだ。どうも親日家じゃないかっていう噂があったんですけど、はい、撮影中だったんですか。そう撮影してたんだけど、仕事だったんですけどね。ああ、はい、そうなんだ。そうでね、これね、ウルヴァリンっていうのはもう、前の映画で X-Men3 っていうので、はい、愛する女を殺しちゃったんで、うん、そのまあ罪悪感で山奥で暮らしてるんですよ、カナダの方の。うんうんうん、でそこにですね、日本の大金持ちでですね、ヤシダっていう、まあ、大なんていうか企業の、まあ、実業家のですね、まあ、エージェントが来まして、はい、その使者が来まして、日本に来いって言うんですね。うんうん、でそのヤシダさんってのは死にそうだから会いたいんだって言うんですよ。うんうん、でどうしてかっていうと、そのウルヴァリンというのは、ね、死なないし年取らないんですよ。不死身なんですね。不死身なんです。第二次世界大戦にも参加しててですね、そこで日本軍の捕虜になってですね、うん、でその時にその長崎で原爆が落ちた時に、うん、そのヤシダさんが若い兵隊だったんですが、うん、それを、原爆の炎からウルヴァリンが助けたっていうのがあるんですよ。うん、で命の恩人 そのウルヴァリンにもう一度会いたいって、ヤシダさんもう80過ぎて、まあ、お年でもう亡くなろうとしてるんですけど、うん、まあ、それで会いに来るって話なんですけど、ちょっと僕疑問に思いましたけど、こんなに最強の男を捕虜にした日本兵ってすげえなと思いましたけど、そうですね、よく捕まえられたな。どうやったのかよくわからないんですけど、はい、そこは描かれてないんですか。それは描かれてないですね。日本兵の方が強いじゃんと思いましたけど。確かに。まあ いや、それで日本に行くとですね、ヤシダさんって人はまあご老人になって死にそうなんですけれども、うん、私は死ぬことができるけど、お前、ウルヴァリン、クズリは死ぬことができないだろうと。うん、っていうのは、ウルヴァリンっていうのはもう、傷がついても、ピストルで撃たれても、全部傷がその場で治っちゃうっていう能力を持ってるんですよ。うんうん、で年も取らない死なないと、それって孤独だよなとか言われて、うん、永遠の命を俺にくれないかとかそのヤシダさんに言われるんですけども、うん、もたもたやってるうちにそのヤシダさんは死んじゃうんですね。はい、うん、でヤシダさんにその、まあ、後継者として孫娘がいるんですよ。はい、その孫娘はマリコさんって言うんですけども、はい、まあ、禁じられたマリコってやつですけど、わからないと思いますが、はい、そのマリコさんをその、まあ、の命を狙うヤクザ軍団がいるんで、それからウルヴァリンがそのヤクザ軍団からマリコさんを守ってですね、うん、芝の増上寺の、ヤシダさんのお葬式からですね、うん、その秋葉原に飛んでですね、田畑のままに飛んで、うん、上野駅に飛んで逃げ回るんですよ。もうど真ん中じゃないですか、東京の。ど真ん中ですよ。すごい撮影してましたよ、結構。ヤクザ追ってくるわけですよ、みんな、うん、ドス持って、うん、それからマリコさんを守って逃げていくんですね、ウルヴァリンが、うん、っていう話なんですよ。もうなんか言ったってシンプルなというか、シンプル、その通り。
これね、よく考えるとね、はい、昔の時代劇にあったね、うん、お姫様を守って忍者とか侍が逃げていくって話ですね、うん、これ多分、うん、元はね、うん、はい、まあ、そういう典型的な時代劇のストーリーをやってるんですけれども、うん、ただね、逃げるのが現代ですからね、新幹線で逃げたりするわけですよ。新幹線で新幹線逃げたりするわけですよ。新幹線にその暗殺軍団が追ってくるわけですよ。すると、時速300キロで走ってる新幹線の屋根の上でアクションになるわけですよ。すごいですよ、そのシーンは。これね、ウルヴァリンは超人だからいいけど、はい、それと互角に渡り合うヤクザたちの方がすげえと思いましたけど。そうでしょ、それ無理でしょ。ちょっとあの海外の日本人めっちゃ強いと思う。すげえじゃん、お前たち。買いかぶりするでしょ。そう、もう拍手出ましたよ。だから、ヤクザ偉いと思いましたけど。すごい、頑張ったっそう。でね、またそこにですね、マリコを守るためにですね、うん、戦う忍者軍団も絡んでくるというですね、三つどもえみたいになってくるんですね。忍者軍団、忍者軍団が出てくるんですよ。それまた別の敵として。これね、その、芝の増上寺で、八田さんのお葬式やってると、屋根の上に忍者がいるんですよ。うん、で、我々は密かに、マリコ様をお守り申し上げますとか言ってるんですけど、うん、丸見えなんですけどね。全然忍びじゃない、忍んでねえだろ、お前っていうね。よくわからないんですけど。はい。で、まあ、そういう三つどもえの戦いになってくるんですね。うんうん、で、あ、もう四つどもえだ。もう一つ敵でね、マムシっていう敵が出てくるんですよ。はい。これマムシってあれじゃないですか、ババアまだ生きてるのかよっていうあのマムシさんじゃないですからね。毒マムシさん、太夫さんとウルヴァリンの戦い見てみたいですけどね。見てみたいですね。ウルヴァリン対毒マムシさんだよね。そうじゃなくて、これマムシっていう名前のね、ロシア系の美女なんですよ。ほう、いきなり毒マムシさんだよからロシア系の美女です。すみません、だいぶ真逆いきました。混乱してきた。はい。で、ところがこのマムシがですね、ウルヴァリンの体の中にある物質を入れて、ウルヴァリンが体のどんな傷を受けても治るっていう不死の能力を奪っちゃうんですよ。おう、で、撃たれると傷が治らなくて、どんどん弱っていくんですよ、うん、ウルヴァリンが、うん。っていう、もう危機に陥るという話なんですけども、うん、もう本当にただの漫画ですね、言っててね。そうです、漫画の話だ。どう考えても漫画なんですが、はい、ただね、監督は大真面目なんですよ。ものすごく真面目で、監督この人ね、すごくね、映画マニアでね、今回もね、小津安二郎の映画に影響を受けたとか言ってるんですよ。今のストーリーの小津作品組み込めました。今あのね、ウルヴァリンがね、はい、長崎まで逃げてって、そのマリコさんと一緒にご飯を食べるシーンがあるんですよ、着、はい、台で、はい、小津町に撮ったよ、小津安二郎町に撮りましたって言ってますね、監督は。ローアングルにカメラを置いてとか言ってましたよ。そうですか。そう、静かな感じが、なるほど、この静かな感じで、それで、ウルヴァリンがですね、なんかお茶碗に、ご飯のお茶碗に箸を刺しちゃうんですよ、はい、うん、そうすると、それはいけないわよってマリコさんが言うんですね、うん、それをお仏壇にお供えする時のやり方だからとかね、うん、そういうとこちゃんとしてますね。いや、でもそんなシーンいるのか、いります、それ。でもね、これね、監督が言ってるのはね、はい、日本人のスタッフとかキャストの人に日本人が見て変だと思うとこがあったら全部指摘してくれと、現場で直すからって言って撮ってったらしいんですよね。なんか海外の映画って日本のシーン変なの多いですよね、うん、変なの多いですよ、はい、大体ね、アメリカ映画で日本が出てくると大抵ね、男の人がお風呂に入ると女の人たち美女が来てですね、体を流すってシーンがあるんですよ、はい、なんかと勘違いしてるんですね、これね。ですよね。そう、007は二度死ぬとかですね、うん、いろんなその日本を舞台にした映画に出てくるんですよ、うん、美女が来て お背中を流ししますとか、そんなんいないんですけど、実際は。あ、いるお店もありますが、そういうシーンがあるんで、そのお風呂に 入りなさいって言われるところで、このウルヴァリンがちょっと期待するんですよ、うん、いや、はい、俺は、僕はそういうのはとかなんか言うんですよ、はい、そういうのはちょっととかなんか言うんですけど、はい、で入るとですね、おばちゃんが二人いてですね、はい、ゴシゴシ赤すりされるんですよ。えモップでデッキブラシで。それはやっぱ誤解あるじゃないですか。これも誤解あるんですけど、はい、それでウルヴァにヒヒ言ってるんですけど、はい、ピストルで撃たれてもね、はい、平気な男がね、おばちゃんに赤すりされてヒヒ泣いてるんですけど、ね、よくわからないんですけど、ギャグ、今回ギャグ要素の多い感じで言ってるってことですか。まあ、ギャグ要素は基本ですからね、ハリウッド映画のね。なるほど、はい、なるほど。そう、ただね、うち娘がね、すごく見たい見たいって言って、これね、はい、女の子のマリコちゃん、マリコさん役の人とかね、スーパーモデルの人なんですね、はい、日本人のタオっていう人でして、で、あとね、ウルヴァリンの片腕となって戦う女忍者みたいな子が出てくるんですけど、うん、
この子もね、福島リラっていうモデルなんですよ、日本人の。へー。で、この子は特に福島リラちゃんの方はものすごいアクションができて、うん、まあ、テコンドーをやってるらしいんですけどね。はいはい。でしかもその変な日本語喋ったりしなくて、日本語も英語も完璧なんですよ、二人とも。へー。すごい、海外生活が長いみたいなんですけども、うん、で日本語の演技もちゃんとしててすごくいいん で、うん、でうちの娘がその、まあ、すごく興味持って見たいって言ったんで連れてったんですけどね、はい、大失敗でしたね女子には伝わらない大失敗でしたよ。あ、そうですか。うん、やっぱりね、うん、これね、全員が刃物で戦うでしょ。はい。残酷なんですよ。はあ。ぐさーとかそんなんばっかりなんですよ。はあ。あのね、画面自体には映んないんですけど、血とかあんまり。はい。ただね、グバーとか音がね、ほら、ブラッとかそういう音がするわけですよ。はいはいはい。グーッとか、だから、ね、ちょっとね、うん、困っちゃったのとね、はい、あとね、ちょっとエッチなんですよ、映画が。へぇ。これね、結構、子供を連れてく、お子さん連れてく人にはね、最初から言っておきますけど、ちょっとエッチですからね。なるほど。はい、まずね、ウルヴァリンずっと裸です。いい体ですからね、うん、ヒュージャックマン。すごい体ですよ、このヒュージャックマンって、うん、はい、この人これで44歳ですよ。へえ、そんなんですね。すごいですよ、もう腹筋も6つに、筋肉隆々で、はい、筋肉隆々でね、うん、でなぜかほとんどシャツを着ないで、上半身ほとんどのシーンで裸です。はあ、もう見せるぞと、見せたい、見せるぞと、うんうん、あの西島さんとかね、日本でもそういう人いますけども、あと韓国でイ・ビョンホンさんとか、うん、あの上半身裸系の人なんですよ、この人たちは。そんなジャンルあるんですか。脱ぎ系の人たちなんですけど、ちょっとね、娘連れてくるような映画なのかこれと思ったんですけど、うん、でね、あとね、このウルヴァリンがそのマリコ姫と一緒にこう、はい、敵から逃げててホテルの中に逃げ込むんですよ、はい、でホテルに逃げ込むとラブホテルなんですよ、それが。ほう、日本だし。で、部屋を選ばなきゃなんないわけですよ、パネルから。そんな暇あるんですか。え、そんな暇あるんだけど、早く部屋入んないと困るわけじゃないですか。うんうん、それが、おばちゃんがね、はい、今空いてるのはね、SM 部屋と、お医者さんごっこの部屋と、あと、火星探検の部屋だけだよって言うんですよ。その辺すごくリアルじゃないですか、研究熱心な。そう、今そういうのないですよ、昔はあったけど。うん、わかんないですけど、誰も聞いて、ちゃんと答えが返ってくるかどうかよくわからないって聞きましたけども。はい。でね、結局、その火星探検の部屋に入るんですけど、ウルヴァリンは。そう、そうするとね、回転ベッドがあるんですけど、うん、もう娘と見てて非常に困りましたね。いや、そうですね。気まずい空気だね。もう参ったなっていう。なるほど。ねえ、まあいろいろ娘ももう13歳だから、あれは何とか聞かなかったから、まあよかったですけどね。気まずい。漫画映画の映画化だと思って子供連れてくと、回転ベッドについていろいろ聞かれたりね、お医者さんごっこの部屋って何するのとか聞かれるから気をつけた方がいいですけどね。なるほど、はいはい、親御さんはご注意、はいはい、そういう映画がね、ウルヴァリン侍、どんな映画なのか全然自分でわからないですが、うん、で結構面白かったんですけど、うんうん、まあ、これね、ヒュージャックマンってね、うん、今親日家とか言われてますけど、昔オーストラリアってひどい映画出ましたね、うん、えオーストラリアって映画、オーストラリアってひどい映画ではね、まあ、第二大戦中の話なんですけども、うん、日本軍がオーストラリア本土に上陸してですね、はい、先住民のアボリジニの人を殺すってシーンがあるんですよ。そんなことしてねえよ。そうですよね。勝手な捏造の。アボリジニの人を殺したのはね、お前らだろっていうね、そういうひどい映画に出てますけど、今回はまあ、いい映画だったんで、うん、お詫びしたって感じだと思いましたけどね。ああ、そうですか。はい、で最近こういう映画でちょっと次々となんか企画とか出て作られたりしてて、次に公開される映画ね、はい、47浪人っていう映画来ますよ。47浪人、47七人の浪人。あ、そう、47七だから赤穂浪士がハリウッド映画になるんですよ。あれ通じるかな。今もうほとんど完成してて公開待ちなんですけど、うん、大石蔵之介は真田広之で、うん、真田広之はね、ウルヴァリンにも出てますけどね、信玄っていう役名 で、はい、あとね、吉良上野介がね、浅野忠信なんですよ。へー。で、年齢だいぶ違うような気がしましたけど、うんうん、はい、でもね、主演がキアヌ・リーブスなんですよ。どの役で出るんですかね。キアヌ・リーブスはその四十七士を助ける男、流れ者の役なんですね。へー。で舞台はどこの国か全く分からなくて、日本風のお城が建ってる森で、うん、しかもドラゴンとか怪獣とか次々と出てくるんですよ。え、もうめちゃくちゃだめ
47浪人という47浪人という映画なんですけど、まあ面白きゃいいかっていう気がしますけどね。日本も昔黒澤明がほらシェイクスピアの話を日本の戦国時代に持ってきたりしてるんでね、そういうことはまああってもいいやって、そこで一時目くじら立ってもしょうがないと思うんですけども、はい、よくないのはね、つい最近日本で公開が始まったね、終戦のエンペラーっていう映画の方がよくないですよ。あ、そうですか。あれよくなくてね、そのマッカーサーがその日本に来て第二次大戦で日本が降伏したから、で、まあ、天皇陛下ね、あの昭和天皇を戦争犯罪人として裁くかどうかっていうことを調査することになる話なんですよ、終戦のエンペラーっていうのは。で、あのボナーフェラーズっていう実在の人物がその調査をするっていう話で、ボナーフェラーズが主人公なんですけども、これね、原作が日本のノンフィクションで非常に優れた本なんですけども、あの陛下をお救いなさいまし、河合道とボナーフェラーズっていうノンフィクションがあるんですね。これは原作です。でこれね、河合道さんって人はね、恵泉女学園っていうあの、まあ、ミッション系 の、 あの女学校ありますけど、それの創始者の人ですね。で、戦前ですね、アメリカに留学してて、まあ、クリスチャンなんで、で日本とアメリカの戦争をなんとか防ごうとしたりですね、その天皇、昭和天皇に対するですね、神格化も危険だっつって、それに反対したりしてた人なんですけれども、でその人にそのフェラーズっていうのを会いに行くんですよ、その昭和天皇を戦争責任で処罰すべきかどうかって聞きに行くんですけども、そしたらその河合道さんこう言うんですよ、天皇陛下を処刑するというなら私が死にますって言うんですよ。で陛下が殺されるようなことがあったら、もう日本ではもうアメリカを許さないでしょうと、大変なことになりますよと言われたんで、昭和天皇を処刑することをやめたんですね、マッカーサーも、っていう話が、これが実話なんですけども、ところが映画版の終戦のエンペラーには、この命をかけてその日本を守ろうとした河合道さんが出てこないんですよ。あ、そうなんだ。これひどいですよ、原作のタイトルにもなってるのに出てこなくて、そのフェラーズって男と架空の日本人女性のラブロマンスにしちゃってるんですよ。はあ、そのラブロマンスの結果日本が救われたみたいな感じみたいな感じにしちゃってて、これがハリウッド流のその改ざんなんですね。はあ、そういうのに比べるとやっぱりウルヴァリンとかのこの忍者が出てきてるのがまだ全然いいんですよ。だって忍者いるってみんな本当気で信じて見てるわけじゃないからね。なるほど、可愛いですよね、そのね。そうそうそう、だから忍者リバンバンのは全然いいですね。こういうなんか実話のように見せかけた捏造よりも全然いいなと思ってね。あのキャリーちゃんもいいなと思いましたよ。キャリーちゃんって もうキャリーちゃんって言っちゃってるじゃないですか。もうただね、あのダンサーの人たちのことはやっぱアメリカ人ね、みんなビビってましたよ。あのキャリーちゃんの後ろにいるダンサーの人たち、みんな怖いとか言ってましたよ。そこは違うんだ。なんか怖いでしょあれ、普通仮面かぶって。そうだ、踊ってて2とか書いてあるよ、でもそこもまたいいって言ってましたね。変なものだからいいと、そうアメリカの真似をしてるわけじゃないからいいっていうね。あ、それ好きなんですね。そうオリジナルだからっていうところでね。すげえな、レディガーより変って言ってましたからね。すごい称号じゃない、ね、やっぱオリジナルがいいんですね。そうやっぱりね、アメリカにあるものを真似してもダメだと思いましたね。はい、ということでね、ウルヴァリンでしたって、なんだかわからなかったですね。いろんな情報入ってきました、最後。いや、本当でした。今日盛りだくさんでしたね。はい。はい。町田さん、ありがとうございました。どうでした。今日ご紹介いただいたウルヴァリン侍はですね、日本では来月、9月13日公開ということで、町山さん、ファミリー向けじゃないよっていう。そうね。一人一人で見に行ってもらって。はい、ちょっとラブホテルでやってきます。はい。何回そう言うんですか。町山さん、ありがとうございました。どうでした。